はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビシです。では今回は信長の野望大使パープキットキリンが来る2続きをやっていきたいと思います。本能寺の変リベンジですね。今ですね、秀吉軍1万が福知山城に向かってきているので、これを弓木城を落とした光秀、1万で迎え撃とうと思います。では時間を進めていきましょう。であと岡村の菊丸隊がね、姫路城に向かってます。待機する。ここでまずしっかり勝ちましょう。まあ、なんでキリンが来る2かというとね、来年の大河ドラマは、光秀主人公のキリンが来るだと思うんですけど、これはおそらく山崎の戦いでね、光秀が廃止して終わりだと思うんですが、ここではねそれを覆してやろうじゃないかということで、キリンが来る2としてね、この続きをやっていこうという、まあ、コンセプトでプレイの方はやっています。山つまみは、いやちょっと待ってね、一旦初期化して、罠、鉄砲水はもう絶対外せないの で山つまみでしょ。山つまみもう一個ぐらい欲しかったな。入るところあるかな。ない。じゃあ泥沼は、あ、泥沼あるじゃん。泥沼これでいこう。で、舞台は迫力の陣を引いて後ろに下げます。行きます。全部隊一旦下がろう。覚悟してもらおう。敵の居所が分かりました。鉄砲水に敵の2部隊が引っかかりましたね。敵の居所が分かりました。さあ、ではこちらは陣替えをしていきます。お、もう出番か。一応カニ再造だけおとりとして始めるぞ。出していきます。残りは角翼の陣を引く。始めましょう。叩きのめせ。山津波に官兵衛が引っかかった。 OK だ、悪くはない。ゲチュ、お、もう出番か。これは誰。ああ、いや、常置か。池田常置は痛いな。始めようか。叩き潰せ。まずいな。何もしないままカニ再造体が壊滅する。始めようか。叩き潰せ。投げ払え。叩き潰せ。やりたい。ただここで官兵隊が突っ込んできてるね。よし、官兵隊に攻撃を集中しよう。鬼始末を発動。放棄は今ぞ。敵の居所が油断したな。やりたい。前へ。横槍を入れろ。よし、まず官兵隊壊滅させたね。じゃあ続いて標的をどこにするかですが、まあセオリー通り一番前にいる加藤義雄北に攻撃を集中して壊滅させる。で、この後だね、秀吉がまだ数が多いんですが、後ろに泥沼を置いているので、ここは一気に秀吉隊に攻撃を集中します。泥沼まで敵を追い込めれば、そこで足を止める。油断しました。まさか、我らが一旦引くぞ。叩き潰せ。やりたい、前へ。油断が過ぎるのではないか。よし、秀吉が中に突っ込んできたな。ここで一気に壊滅させるぞ。よし、壊滅させた。4000しか兵が残ってないっていうのはちょっと痛いですけど、まあ、秀吉隊壊滅させたのでよしとします。生殺与奪すべて勝者の思うがままよ。捕獲した寺沢は一旦土用で、前の長安は処刑。このようなところで無様な。でだ、こっからだよね。まずは最初に、菊丸隊を行くぞ。
出すのを三木城に変えましょう。進め。で、光秀隊を代わりに姫路城に出します。姫路城の方が規模が大きいのでね、軍勢の数が多い方を使いましょうということです。報告します。先月の収支です。名簿。さあ、ではここからじっくりやります。まずは内政ね。しっかりと進出を行っておきましょう。で、あとはですね、武将の配属、武将がいないところ、弓木城なんかは武将が入っていないのでね、今弓木城に武将を出しましょう。誰を出すかな。そうだね、士官の年数がある程度ある、信頼のおける人物をやっぱり出したいので、とはいえそんなにいないね、信頼のおける人が。かしこまりました。で、そうなってくると恩賞を出して確実に、かたじけない、寝返らないような工作を行いましょう。こんなところかな、今できるのは。歩兵するにもちょっとお金がないので一旦これにしておきましょう。よし、三木城が取った。目論見通り、我らの勝ちぞ。捕獲した武将衣笠、死んでもらおう。菊丸隊はじゃあこのまま室津城に入ります。出陣せよ。姫路城だね。ここ取ったらかなり大きいよな。強行する。よし。室津城は取った。あとはもうちょっときついのかな。一旦菊丸は返そう。秀吉が今ここで兵を出してくるとかなり苦しくなるので、様子をしっかり見極めます。まずは進出、丹波に進出します。で、農業もやりましょう。もうとにかく今はね、国力をつけるのと戦争と両方同時にガリガリ進めていかなきゃいけないので、この序盤でほぼプレイが決まると言ってもいいですからね。天海、優斎、この二人は寝返られると痛いので、この二人に優先して恩賞を出します。さて、この先だな。秀吉軍数が増えてきているというのを、まあ、鑑みた上で二条五所で防衛します。あとはどこかな。姫路城を取ったら姫路城も防衛したいし、大垣城は東の最前線なので大垣城もちょっと防衛しておきます。かしこまりました。こんなところかな。では時間を進めましょう。まずは姫路城をしっかり取りたい。取らせてくれ。姫路城が取れれば流れは完全に明智側になる。なんか今チョロロンみたいになったけど大丈夫だよね。いやー、各国動きが激しいな。で、うん、どうやら毛利隊が今鳥取城方面に向かってるね。これで秀吉がガラ空きになってる。この隅城、武田城が取れるな。で、さらにうたちゃん可愛いな。うたちゃんはだだ姫になってもらって島津に嫁いでもらいましょう。報告します。よし、照本がすんごいいいタイミングで兵を挙げてくれてるね。これより表情を始める。ここはこのタイミングを逃さず行こう。これにて表情を終える。で、あとはそうだな、コンタ隊はすぐにでも入れたいですね。あと牧畜支援、
いやー、これ今すぐ必要かというと必要ないよね。梶村新設高速行軍。交渉術は入れておきます。一旦これで止めおきましょう。で、統計に2人。南部直右衛門と早川長政。2人とも、まあ能力的には、特筆すべきない武将ですけど、今は武将の数が欲しいので。2人とも雇い入れます。で、摂津に進出。承知いたしました。もう一回摂津播磨。今労力は1個しかないね。なので、まあ、1個しかできないということかと思います。では敵がいないがら空きになったこの隅城に菊丸5200。出陣せよみんな。秀吉も毛利と、そしてこの明智光秀に挟まれたらたまったもんじゃないだろう。で、照本1万に秀吉5000が挑む。これは照本が勝つでしょう。元春の活躍により、照本隊が勝利。まあ、元春はね、秀吉が、大返しで、姫路に撤退するときにね、追撃しようって唱えた武将ですからね。それを止めたのが小早川。何？浮田がここで兵を挙げるのか。やってくれるな。我が領内に敵が迫っております。室津2600。くぅ、室津の救援に当たろう。御所からも出すし、まあしょうがないよね。兵を出して、ここは確実に守りたいと同時に、浮田には交渉で講和。かしこまりました。大名も発動します。まずは大義名分でしょう。手段は選ばぬ。まだ猛攻号令は聞いているので、これで耐えましょう。いや、姫路城が攻略できる前に散ったか。散ったな。しかも室津城にはまだ武将入れる前だったから取られたね。よし、報告します。くぅ、浮きため。ここに来て余計なことしてくれる。せっかく取った室津城が武将の入れ忘れというボンミスでやらかしてしまったな。本当にね、この長久になってくるとこういうボンミスが痛いですからね。さあ、どうしようかな。岡村でこの隅城は取れると思うんですが、その他だよな。外交で周辺の大名家に吉見を通じておく。浮田に関しては、やっぱりもう一度、交渉で、しっかり講和を結んで、秀吉を滅ぼすのに全力を挙げたいですよね、今は。皆の力合わせよう。ここは包囲で確実に高虎の守るここを抑える。で、どうしようかな。援軍出しましたけど、ここは姫路城に、ちょっと待って、姫路城に戻れないの。いやー、ここで兵を失うのはきつい、きつすぎる。以上だ。浮田との交渉、軍馬6900。いや、最高賞だよ。鈴木が滅ぼされてるね、この隙に。
報告します。秀吉とつばぜり合いをしている時間はあまりないので、できるだけ早くね、攻略を完了させたいんですけどね。石山御坊に5000も兵入ってるもんな。危険だよな、この5000。こちらも防兵を仕掛けて、すかさず。かしこまりました。兵力の増強に努めましょう。ここまで決していい流れで来てないというのは、もう皆さんも、うすうす感じられてる通りなので、どうしようかな。毛利が迫ってきているこのチャンスを使って、この隅武田姫路は取りたい。どうしても取りたい。な、天海が裏切りやがった。天海には出したじゃないか。浮田とはもうしょうがない。軍馬を差し出してでも一度壊しよう。で、秀吉4900がやってきたと。まあ、ここは、そうだな。まあ、ほぼ全軍で攻撃に参加するしかないね。秀吉隊を撃破しなきゃいけないからね。岡村バーサス秀吉。さあ、ここは軍施設ではなく罠だな。鉄砲水、これをゴリッゴリに張り巡らせる。戦いに全てがかかっていると言ってもいい。覚悟せよ、覚悟せよ、覚悟しろ。よし、引っかかったな。ゲチを始めよう、始めよう。さあ、こちらは鉄砲隊をずらっと並べているんだ。ゲチよ、始めよ。ご命令ください。覚悟しろ。敵の居所知れましたな。やりたい、前へ。引っかかったな。引っかかったな。やりたい、前へ。我が武器、我が武、思い知るがよい。ゲチよ、始めよ。始めるぞ。ねえ、始めよう。たきのめせ、やりたい、前へ。何しやがる。よし、確実に敵の数を削っていきましょう。たきのめせ、手置き。よし、山妻にも発動してるね。これほどと。ゲチよ、始めるぞ。覚悟せよ。やりたい、前へ。敵の居所知れましたな。まさか我らが。さあ、ここで秀吉、岡村隊がピンチなので、岡村隊の救援に向かいましょう。敵の目線、始めるぞ。やりたい、前へ。引っかかったな。始めよ、始めるぞ。引くぞ。あ、鉄砲水がそこか。もうちょっといいタイミングで発動してほしかったけど、しょうがないね。叩きのめせ、やりたい、前へ。このままでは。叩きのめせ。隙を見せたな。まさか
我らがやりたい。はい、隙を見せた。さあ味方も敵も消耗しきってるな。乱戦で敵を壊滅させていこう。やりたい。岡村は数が減ってるので下げる。岡村がやられると終わりですからね。叩き潰せ。力負けするとはな。引くぞ。叩きのめせ。これほどとこのままでは。くそ、やってくる。さあ残ったじゃあ敵の秀吉隊に部隊を集中させていこう。始めよう。引っかかったな。やりたい。前どうか。ありえん。これほどともう三井家と秀吉の一騎打ちだね。これは過労死で三成と、秀吉と三井家の一騎打ちに勝利しましたけど、もう数的に無理だな。これは武田城、この隅城だっけ、攻略する力は残ってないね。消え失せ。まあ全員処刑はしますが、秀次も処刑。このようなところで無様な。いや本当に序盤の戦い微妙だな。ちょっと各国の勢力見ますか。そしたら外交秀吉、いや切れてるな、完全に秀吉さん切れてるわ。で我々がここにいると困りましたね。秀吉の城まだこんだけあるもんな。ちょっと序盤が思ったように進められていない不安があるんですが、この先どうするかだね。ここにある大兵力、これはちょっと危険極まりないよな。となるとやっぱり、しっかりと、毛利と協議する形で敵の城を中国地方の制圧を最優先に進めますか。後軍6700。この隅城落とせなかったの痛いよな。まあしょうがないですね。はい、ではちょっと短いですが今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあその他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。